デジタルワールドが私たちを憎んでいる。僕らは今のデジタルワールドにとってウイルスのような存在と見られているのかもしれません。少なくとも私たちは光たちを憎んでなんかいない。子供と大人の見えるものにそんなに違いってあんのかな。俺たちは一体何のために選ばれた。メクモンは彼女のパートナーなんだぞ。かけがえのない仲間を。仲間のことを思って何が悪い。友達が悲しんでるの。それを勝手な理屈で許せない。お兄ちゃん、どうして？